嬉しい。YouTube 回しちゃった。顔見えないようにやって。すごいすごい。バイキングバイキング。幼稚園一人と小学生一人と大人一人。その場合私が私が幼稚園。この人泣いてたもんね。いつ？それはダメって。大塚が悪口言われてて。そんなのダメ。でもあれ夏美も泣いてたよ。あんたが泣いてたからね。ほらほらでもらい泣きしてたじゃん結局。ソフトドリンクは？何がソフトドリンク？ウーロン茶がいい。あ、ちょ、バーつけるかどうか。ドリンクバー。水でもいいよ。あって。違う。なんで？飲みたい？コーラとか飲めなくていい？コーラとか、ジンジャーエールとか、カルピスとか飲みたい？飲めたら嬉しい。あ、じゃあつけようよ。OK。ありがとうございます。寿司食いたい。寿司。ねえ、なんで無視すんの？ちょっと今大事なとこ。分かった。ゲーム？ゲームじゃない。仕事じゃない。じゃあ何？ゲーム。こんなちゃうわ。なんで一回目嘘ついたのでは？めんどくせえなって思った今。あ、無視。ありがとう。じゃあユウスケが入れている。せーの、イエーイ。これに言われたくなくない？さすがに。かわいい。いただきます。メンタル。やばくない？ビジュ。やばくない？いつもと一緒。変わらずかわいい？うん、かわいい。いいよ、そういうの言えない人だって分かってるから。言わなきゃダメ。かわいい。ありがとう。ワクワクドキドキ。もう一回。イヤホー。バカに。え、あやの箸で入れていい？いいよ。じゃあそれあやだけ食べて。なんでダメってことじゃん。じゃあ静かにしよう。盛り上がっちゃってる。静かにしろ。え、いいよ、あげて。ソーリー、あげてほしい。ねえ、ごめん。最悪。ごめんって。ああ、もうこれ、こいつだけのチーズ。じゃあ、お前食うねよ。なんであやが攻められるの？ここだけだからね。なんであやが攻められるの？自分の箸で入れたもん。いや、分かったもん。分かった。お前らじゃあここ食うなよ。なんで？ね、意見合わせろよ。ね、オクラめっちゃ美味しい。よかった。クラブ？なんでクラブ行きたいの？行ったことないから。あや、一回渋谷のクラブ入ったんだけど、10分で出た。めっちゃ合わなそうじゃない？急がなきゃ、急がなきゃ。これ全部にもやし。大丈夫？服汚れた？白。ごめんね。これうちの手みたいな。じゃねえよ。え、これあやいる？何、どれ？あや、食べなさい。入れなくていいから。食べる。お父さんみたい。あや、食べなさい。小学校の時さ、うん、だっかんなんなにって言われなかった。だっかんなんなにマジ言われた。え、じゃあそっちの地域だけかも。小学校の時さ、飛行機見る時さ、うん、飛行機パーってちょっとやってない。それ何やってたの？飛行機を捉えてたの？パンパンチャーンって。そう、それでラッキーみたいな。めっちゃ単純。お前ら幸せだな。あとさ、車のクロッキー見たら幸せになれる。あったよね。それはさすがにあったべ。え、クロッキーって何？
自動車のナンバーが黒字に黄色字の事業用の軽自動車のことです。いいな、あいもそういうの欲しい。嘘、なかった？まあ友達少なかったから、ね、小中高はそんなに、中3ぐらい仲良かった。なんで中3も遅ない？もう卒業や。中 3, 逆に中3の1年間はめっちゃいいクラスで、なんか気まずかった、いろいろ一人の時とか多かった。変わり者すぎて、あや変わり者なのかな、喋んない方だったから、ね、あそう喋んない、人見知りだったから結構だから長いって中3で来たってこと、なる中3で春来たねえ口がなんか出てきてね、確かにして、恥ずかしいから恥ずかしいから、絵でネギ出てるんだよでもなつさん口緩いからお前誰が言うてんねんお前にだけで言われてヘモすぎたしないじゃん、ね、それはさ絶対 YouTube でさなんか使えなきゃいけないじゃん今え、へはしない絶対に、え、あいや本当にしないんだよ、大爆笑してたよね駅であっ寝まってたしないしないしたね、あんたお前マジで本当にもうだって終点間際だったよあれ一応忘れてきませんね忘れられない、あいも音覚えてるアヤが認めなかったら、普通に口の音かと思ったの、うん、なんかギャッみたいな音でかすぎて、なんか家でもしないような音だったえと思って、冗談半分で、え、誰かを鳴らしたみたいな言ったら、なんかその、カメラに隠れましたからでも、すっごい音だった、なんか、ブワッしかも、なんか、ポッて普通に真顔だろ隠し、隠し。仲間を倒すためバレちゃった。もうみんなでよかった。なんか上辺だったら最悪だったね。てか触れられてもないと思う。うん、そうだよね。めっちゃ思った。何も高い。ちょっと隣で鳴ってる。ね、わかるわかる。誰？急がなきゃ急がなきゃ。もういらんもん。じゃあ長谷川に。でこれ頑張ってくる、さすがに予想はあったから最初むちゃを食べれるからその米いらないじゃん、え、その米いらない、じゃ辛いのかけちゃってみていい、いい、ちょっと話してたんだけどさ、うん、まあ一人で、うん、買い物しようとしてて、うん、で、まあ暇だから、うん、買い物ついてくるから、うん、まあ、来るときにうちに何も言わんで、うん、ユースケを誘ってた、うん、で、うん、今日急遽、うん、アヤを誘ったじゃん、めっちゃ嬉しい、うん、この関係性やばくないって、え、アヤも思った、うん、だって許可なしでさ、うん、友達を誘ってるって、うん、信頼ないと無理だよ、うん、だから気使ってない証拠だし、うん、買い物ついていいなんて気使ってない証拠じゃん、うん、わかる、え、しかもさ、誰が増えてもハッピーじゃん、そうハッピーが増えていくじゃん、そう、それ嬉しいじゃん、嬉しいよね、そう、今日ユウスケがちょっと他の人と飲みに行ってると嫌だったもん、会いたかったな、今日はもともと予定があったらしい、え、今日家まで送ってくれるの、いや、いいけど別に来てもいいの、優しい、うちも今日家まで来てくれるのあ、でもドンキ行きたかったわ、柔軟剤欲しいわ、自分で買ってんの、自分で買ってんの、洗剤だけで勝負してたのね、うちの家ワクワクドキドキ、さすがにちょっと匂いつけたいと思って今なんて言った、いや続けて、あや臭いから無理でしょって聞こえてるでもファン1号だから、そうだよね、ありがとう課金してくれ、多分俺以上いるぞ、いや全然いる、俺以上いるよ、悔しい、情けない妹にどっちが俺だ、あ俺だ、完全に俺ね、上手にできたからちょっと映させて、え、食べちゃったよ、いいんだよ、じゃーん、いいんだよ、グリーンだよ、ごちそうさまでした、何してんの、そっから引っこ抜いてください、はい、味は知らないです、
じゃあ、あやは、うん、ちょっと見えちゃってる。もう一回、もう一回、これ使おう。ウィー、これ何味？コーラ。コーラ、え、コーラでいいの？スカコーラがいいんじゃないの？いいよ。ねえ、うちにもやって。ほらよ。はい。あ、ストロベリー。ストロベリー。あ、これ。いいね。ちっちゃ。かわいいよ。みんな見てくれてありがとうございました。つかとやっちゃん出てくれてありがとう。何？この動画がいいなと思ったら。グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイビー。今日も動画見てくれてありがとうございました。今日はどんな一日でしたか？毎週水曜日22時30分、ラジオ更新してます。文の足休め、ラジオの再生リスト見てみてください。それではまたお会いしましょう。いってらっしゃい。おやすみなさい。じゃあこれでいくか。